はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、大分県にあります、モービルマリーさん来てるんですけども、今回はね、皆さんにご紹介するのはトレーラー、うん、ということで、なんとですね、まいちゃんと二太郎さんは、眩しさで、うん、今、鍵の方にいらしてますけど、そう。ね、すごく眩しい。私がいかではございません。はい、まあ、それは置いといて、トレーラーのね、ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。二太郎さん。はい。まあ、向こうのトレーラーはね、何回も。うん、これはね、はい、ご紹介してる。以前からずっと置いとったやつ。はい、うん。で、これもね、結構人気で、問い合わせが多いんですよ。はい。で、もう何台も納車しました。うん。おでもね、今度はね、うん、要望がまたありまして、はい、アミアミのやつ。アミアミ。うん。これがね、うん、また人気なんですよ。これでもほら、箱の方が積みやすいんじゃない？そう。でもね、うん、農家の人のあの、トラクターとか、はいはいはい、ああいうの運搬、うん、それとあの趣味でやるモトクロスさ、ああ要はあれだ、泥だらけの方にはそう逆にそうなんよ、そうなんよ、ここのロック外すと、うん、これが全部持ち上がるから あっこからこうガーって乗せれる、はいはい、積みやすいんだ、そう、おうおうおう、そういう機能がついてます、うん、軽いんで、うん、引っ張るのも楽ですわ、うん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 、ね、だから向こうはまあ箱になってるから、うん、例えばね、段、うん、ボールとか、そう、そういう箱物なんか積みやすい。それとか、農家さんの出荷するやつとかね、はい、ああいうのはもうこっちがいいんですけど、はいはいはい、もう遊びで使う分とか、うん、そのトラクターとか、そういう泥だらけのやつは、うん、もうこれがもう抜群ですよ。そうですよね、うん。向こうだとそのままね、土つけたままそのまま乗って、そうそう。お家まで持って帰らないといけないけど、あ、確かに、うん。そうなんですよ。ね、これだったら積んでそこから洗っても下全部落ちるしね。うん。うん。本当ですね、でね、キュッて縛るやつでここに引っ掛けて、うん、キュッて引っ掛けて、うん、うん。固定できるし。はい。トレーラーも、マリアさんとこやってるよというところなんですけども。これもね、舞、うん、ちゃんがまたファンからのプレゼントいっぱい載せれますよ。こっちがいいかな。こっちでいいんじゃない？こっちやね。あっちがいいかな。こっちはあんまりなんか、うん、もらっても嬉しくなさそうなものが送られてきそうな。まあね。なんか、イノシシ丸ごととか。いいですよ。農産物とかそういうのいいですね。大根に入れますよ、こっちであれば、美味しいものとか、うん、お酒の美味しいやつとか、ね、いっぱいもらえます。箱でくれますけど、うん。それぞれ用途によってね、選べますもんね。うんうん、ということは、舞ちゃん2台持っとかんといかんってことね。両方。ま, ね、まさかの。まさかの。そういう人もいるかもしれないですね、はい。使い分けしたくて、うん。もうだってね、ヒッチのやつ、後ろに1回つけたら、うん、何でもこう、使い回しできるもん。うん、もうサンダーバード2号状態。はい。うん、大丈夫。まあ、舞ちゃんにサンダーバードが分かるかどうかちょっと微妙なんですけども。はい、ね。微妙。微妙ですね。分からないですか。そうそうそう。ダメですよ、その昔の話出したら。まあでもね、実際にこれこう引っ張るためにはね、こうヒッチメンバー取り付けとか。そうそう。あと、いろいろこう登録とかもあるんで、ナンバーが付くんで。あ、そっか。そういうのもね、全部、こう、うん、マリアさんの方でやっていただけるということでございますんで。でもね、今のは、うん、いいよ。自動ブレーキあれがついてるから、そう後ろからこうゴーンって来ないし、へもう本当に今のやつは本当に出来がいい。そう、うん、自動ブレーキついてるんですね。うん、そう、完制ブレーキって言ってこう前の車が止まると、あ後ろの車にもブレーキが効くというコントロールしてくれる。うん、そういうこと。実際にこうトレーラー引っ張ってもね、そんな難しくもないんで、うん、皆さんなんかこう難しいなって思うかもしれないですけど、大丈夫でございますんで。今度はね、舞、うん、ちゃんに一回引っ張ってもらおうと思って。おできるかな。やってみようかな。鍛えときます。ね。怖いですね、結構。なんかドキドキな企画になりそうですね。ですね。激しい音楽も聞こえてきた。そうですよ。煽られてる。今度、舞ちゃんあんな音楽かけながら、後ろにスピーカーつきますか、今度これで。ああ、いいですよね。これお立ち台みたいな、そう。そういう使い方もできちゃう。スピーカーバンバンとつけて。大丈夫ですか、また、なんか、ナイスケってこう首になったりとか。本当ですね、ちょっと。やめようやめよう。ね、後ろ立って大分駅とかいたら多分。違う企画にしましょうよ。ね。うん、別な、はい、文豪の山の中で。あ、いいですね。うん、今で使えそうだから。ね。なんかイベントあればぜひこれ使って使って立ってみんなでやってみましょう、ね、今度ぜひ握手会でいいよ、このくらいあったらね、舞ちゃんのファンからいっぱいプレゼントもらって、近所の人からお裾分けいっぱいもらってそんなにくれる人がねいるといいんですけどね。それはなんか大根とかいっぱい集まるみたいな。あ、いいですね、全然嬉しい、ね、ぜひね、はい、文豪牛も、うんうん、はい、そちらの方もお待ちしてますんで、うん、まあまあそれはいいとして、こういうねトレーラーも仁太郎さんとかね扱ってますんで。そうなんですよ、こっち、はい、九州の方ってなかなかないんですよね、これ。うんうんうん、うん、でも
まあ大分ですけども、はい、取り扱ってるんで、うん、皆さん問い合わせしてください、はい、何でもできますんでこういうことはね、うん、こうやって実際にあの車もあるんで見に来ることもできますんで、はい、大きさとかね、はい、サイズ的にどんな感じかなとか、うんうん、まああの売れてなくなったらごめんなさいですけどですよ、はい、うん、まああのこういうような形でね、はい、置いてありますんでぜひね見に来ていただければと思います、はい、ということで今日は新田さん、まいちゃんどうもありがとうございました、はい、よろしくお願いします。